山本山のところで人気者のこの高見盛りの話もしましたが、寺尾時代の人気というのはまた違った人気だったですよね。その前は自分では言えないですかね。いや体が小さかったんで、こう、まあ、かわいそうだなという、いや同情のような拍手だったと思いますけれども、カリスマ的と言いましょうか。そんなに持ち上げるつもりもないんですが、やはりあの相撲の華やかさであったり、そういうところにお客様が魅力を感じたんだと思いますが、個性がやはりね、力士としてはプロですから。そうですね、あの自分は小さい体で、まあ、突き押しだったんで、はい、まあ、そういうところちょっと他の力士あまり当時いなかったもんですから、はい、そういうところで拍手をいただけたかなっていうことは思ったことがあります。ね、しかもその相撲人生それに徹したというところがありました。そしてこの高見盛り、こちらは、まあ、高見盛りは四つ相撲ですが、当初はこの1年先輩ということでなかなか岩木山戦勝てませんでしたが、このところは高見盛りが勝つようになってきました。四つには相手の岩木山が左四つ得意です。高見盛りはもう今やどちらでも大丈夫です。行司木村玉次郎です。右四つになりました。岩木山も右を差しに行きました。一旦突き落とし、さあ高見盛り上手を引いて、両者上手を引きました。背筋力の強さ、土俵の中央です。さあ力比べになるのか、それとも上手が切れている高見盛りです。岩木山は左の上手起こします。外掛け、岩木山の勝ち。高見盛り膝大丈夫でしょうか。膝から崩れ落ちました。岩木山が上手を引いて出ていって、そこを高見盛り当然この振ろうとしました。そこに足がかかりました。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで岩木山の勝ち。がっくりです。しょんぼり下がる西の花道。いや、背中叩かれてもそれは元気は出ません。